ちは。こんにちは。さあ今日はガンちゃんに来てもらった。キンキンね、これなんで来てもらったか分かるよね。それはもう今、いやもう暑いよな、話題の先頭走ってるファイターズので、キャンプ1ヶ月間行ったよね。はいはい。でどうだったの？毎年のキャンプも行ってるよね。行ってます。どうだった今年？今年は、まあ、新たな試みで、まず見た目のユニフォームも変わってますし、でまあ、栗山監督は10年間本当に尽力いただいた方ですけど、うんうん、最後申し訳ないんですけども、環境のマンネリ化っていうのはこれは拭いされない事実としてあったと思うんです。まあ、そうですね。はい。それが一新されて選手たちがギラギラ生き生きしてるっていうのは初日からすごい感じです。まあ、あのさ、はい、よく言われるのが監督が目立って、はい、で選手が置いてきぼりを食らうという、はい、そういうのは避けなきゃいけないという、まあ、球界の定説みたいなのがあったそうですね。はい、で完全に目立ってるし、はい、もうよりまだ目立とうとしてたじゃない、はい、ああいうのを見て選手たちはどういう。僕一瞬心配して見てたんですが、選手たちにそうやって注目を浴びてるチームなんですよ、見られてる自分がプロ野球選手であることを再認識してプレーしてくれっていうようなことを常々多分言葉でも言ってたと思うんですよ。選手たちが監督発信の注目かもしれないんですけど、俺を見てくれっていうようなプレーに徐々になっていきました。僕はそう見てました。まあ、それと練習見てるとやっぱり試合とかでもツーアウトなのにカット前投げるプレーもずっとやってたじゃない、はいはい。まあ、なかなか試合の中でそういうシーンって少ないと思うんですけど、それをあえて作ってやってるということはすごくこう少年野球時代の初心に返ってるかなと思ってたんですよ、うん、でもちょっと危ないことがあって、なんか周りの人がそんなボール投げてくると思わないじゃないですか。そうそうそう。打者走者もライトフライで、あアウトかって一塁回って帰るじゃないですか。顔の横ピュンってボールが行ったりするんですよ、はい、でセンターフライ、スリーアウトチェンジを思ったらセンターからバックホーム、アンパイアが次のポジションを行こうと思ったらアンパイアマトリックスみたいに避けてました。はやーみたいな。あそう。だから前もって最後バックホームつなぎますからって言っておかないとっていうような珍事件的なシーンもあったんですけど、もう最近はスリーアウト目フライだったら周りがちゃんとそれを追うようになってました。でもシーズン入ったらやるかなやらないかな。公式戦ではやらないんじゃない。でもそういう意識づけっていうのはしっかりできてるよね、はい、意識づけには最高の試みだと思う。そうだよね。で初め3期出るじゃないですか、うん、あんな中学生みたいなことやってっていう人もいましたが、やってるうちにあ肩強いなあの選手、そう思った時に相手チームだったら抑止力、抑止、あいつ肩強いんだってイメージになるじゃないですか、うん、プレッシャーの少ないところで目いっぱい見せているその選手の姿が相手チームの警戒人物に変わってきたっていうのがあったと思います。僕よく喋りますよね。喋るな。さっきまで解説してたのにな。いやー、疲れ知らずだな。どういうことでしょうか、ね、この後もうラジオかなんか行って喋るんですよ。今日僕一日の時系列で言うと、10時に事務所行って1時間インタビュー受けました。その後あのテレビ東京入って YouTube 配信の解説今3時間喋ってきました。今ここで豊さんと YouTube こさえさせていただいてます。でこの後まだ BS テレビのゴルフ番組のナレーション入れっちゅうのがありまして、今日一日よー喋るんですよ。でもそれでも痩せんな。痩せませんね。コロナになったのにな。コロナの時は2キロ落ちました。落ちた。1週間隔離生活で朝昼晩下手したらもう美味しいからもうビールも飲んでたんですよ。ほんであまりにもだらけすぎてて筋肉落ちたんですかね。東京で体重測ったら2キロぐらい落ちてたんですよ。そう、はい、そうあんまり感じないんです。それでお風呂入ってスカッとするあのローション、僕はあのシーブリーズ使うんですよ。あ、はいはい、シーブリーズシャシャってやってやる前にシーブリーズのちょっとシャカシャカ振らなきゃいけないやつでこうやってたら、うちのおかんより僕二の腕振れてたんですよ。ブラ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 って振り袖が落ちてるな。落ちてて、それショックで体重落ちたじゃなくて筋肉が落ちてもうブラ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 大事件です。まあそれはでも鍛えたら戻るからな。戻ります。まあ戻るもん。じゃあ頑張ろう、はい、いやそれで だいぶ脱線したけどもでじゃあいいキャンプだったわけね。いいキャンプだったと思います。はい。でファンは宝物と歌ってファンサービスのことを心がけながら全力で自分を表現するプロ野球選手とはっていうのをすごくこう感じれた若手選手たちだったと思うんですよ。なるほどね、はい、でも、まあ、札幌ドームに帰ってきて、はい、1試合目が1安打完封、はい、1-0、はい、ファインプレー続出、はい、なんかキャンプの成果がそのまま出たという本当そうです試合だったな、はい、1安打で1点取ってで8安打のチームに勝ってるんですよ、ね、そうそうそう。ほならもうビッグボスがいやこういう試合シーズンで60試合ぐらいあもっと打たなきゃダメか乗りツッコミまでしてたんですよ、うん、でも実際打たなきゃダメですよね。
でもその1点で1安打で勝てる野球、勝ち癖をつけるといった意味ではファイターズ今いい方向に向かってるんじゃないかなと思ってます。まあ、そうだね、はい、まあ、昨年の覇者のヤクルトに勝ち、そうなんですよ、巨人にも連勝し、はい、で守りでいうとキャッチャーが内野守ったり内野が外野、外野が内野、あんなシャッフルしてる中でえっと思うような間一髪のつなぎのいいプレーとかでタッチアップをさせてみたりとか、ファースト猛チャージ誰かなと思ったらセカンド守ってる鍋量がファーストに入っていて、バントを先の塁で後にするなどなど、え、専門職でもなかなか難しいプレーを各選手こなしてるな、やってるな、解説に困るんですよ。なんで、え、豊さん面白い、でも外野守ったりされてましたよね。いや、やってた。そんなすぐできるもんですか。いや、できるよ、やっぱり。あ、できる、やろうと思ったらできる、やろうと思った、うん、だからそれはやる気にさせるかどうか、そこでどっかなんで俺外野なんだよ、なんで内野なんだよと思ったらダメですよね、うん、よっしゃちょっと新しいやってみようかな、いやいや、まあ、神聖な気持ちになるから。だからそれがもうしょっちゅうしょっちゅうだったら困るけど、今しょっちゅうしょっちゅうやってるけど、シーズンになったら落ち着くよ、絶対に。でも今日の試合でね、普段キャッチャーの清水雄志いるじゃないですか、うん、途中から出てきてサード守ったんですよ、うん、あ、サードか、まあまあキャンプの時もちょっとやってたなと、パッて見たらショート守ってたんですよちょっと笑ってしまいますよね。それむちゃくちゃだよなでも、はい、いかにそういうなんていうの、守るポジションによって考えること、うん、気持ち、そういうのが全部変化するから、はい、だってサードとショートだけでも変化する。そうですね、あの微妙なアングルですけど大きな違いですよね。そうそうそう、ほんでキャッチャーからそっちとなると180度見る角度が違う、違う違う、インプレーですからね。違う違う、だから、うん、まだそのぐらいのレベルなんだと思ってるんだよ多分指揮官が。だそこを分かってて正捕手だとか、はい、正遊撃手だとか、はい、レギュラーを決めていこうと思ってると思う。今まだ見定めている段階、うん、あ、それは僕も感じます。あのエキスパートを決めきれてないんだなとは思う、うん、そうそうそう。今年の日本ハムは何位予想は。僕に予想は初めこのままやったらもう最下位、これはしょうがないなと思ってたんですよ。でも勝ち癖を感じた時にあれ A クラスあるんちゃうかなと最近思ってます。それはやめといた方がいい。俺が DeNA 最初立ち上げの時に中畑監督と帰ってオープン戦絶好調だったの。そうでしたね。他のチームが相手にしてくれてない、落としてきてるメンバー。なるほど、うん、それとなんかこう試験台に使われてるというか。じゃあもうシーズン入って本当主力が出てきた時にはやっぱ本当のプロ野球のレベルを感じさせられることがあるでしょうってことですか。ある。だからそれは今の勢いで見ない方がいい。確かに今戦っている選手たちは経験不足の選手ばかりなんですよ、うん、だから一発食らった時のリバウンドメンタリティは計算できません、うん、そこでですか。ただガンちゃんは仕事の関係があるだろうから、いや、その忖度抜きで僕はね、もうこのままやったらもう最下位だと。今言っていた経験不足すぎて一発食らったら、それはもう普通の経験者よりも立ち上がってくるのは時間かかるから、その間にゲーム差離されると、そう思ってたんですけど、最近なんか、あ、勝ち癖ついたなと思って、うん、もしかしたらあるんちゃうかなと思いながら、細かい送りバントの失敗とか見た時にはここ一番接戦取れないんじゃないのとか、いろんな思いが今交差してます。まあそうだよな、でもまあずっと見てるからこう早くって思うよな。そうですね、強くなってくれとか思うよな。この先シーズンに向けてオープン戦も主力が出てきた時になんかまた違った感覚やってくるかなと思うんですよ。まあ、ただね、他のチームよりは成長の歩幅がものすごく広い。あ、いや、だから確実に選手は成長してる。万波なんてそうですよね。いや、今川もそうだよ。今川優馬もそうです。右のスラッガーこんなに出てくるの早いかなと思う。なあ、まあシーズン入ったらくるんくるん三振は多いと思いますが、うん、ここ一番で打てるっていう結果は自分自身の自信ですよね。だからネガティブにはならないな、ビッグボスの下でやるの。そうですね、もう常にポジティブにものを捉え、はいはい、それをやっていこうという、はい、だから背中を押してくれる人がいるから、うんうん、ビッグボス、そうですね、はい、だから非常に若手はやりやすいと思うけど、ただ俺心配なのがさ、コンちゃん、まあ例えばこういろんな打順の決め方があるんだろうけど、はい、8番とか9番とか打ってる時なんか寂しそうなんだよな、あいつが。僕も思いました。でもミーティング済みだろうなと、今日この選手この打順見てみたいからコンちゃんこの辺で3打席立っといてとかあるのか、本当にくじ引きで俺結局8番かよってなってるのかは聞いてないのでわからないんですけど、ケアは入ってると思います。
だってやってもらわなければいけない条件のついた選手ですから、うん、牽引してもらわなければいけない選手ですから、だからあそこら辺がやっぱ実績あると面倒くさいよね。ああなるほど。だからビッグボスだったらもう全部若手でこうもうチームを新しく作り直すんだっていうんだったらもう最適だけど、生実家実績があるとさ、なんかこう面倒くさいことにならないのかなっていうのがね、心配材料ですよね、うん、でも僕はもうケア済みだと思ってるんですよ。なるほどね、はい。まあ、それだったらいいけど、こんちゃんの顔見てるとさ、はい、なんか寂しそうなんだな、あいつがひげ生やしてるからじゃないですか。 そうかな、渋くいってんのかね、うん、なんかもうめちゃめちゃボーボーになってて、うん、で、清宮はこうちゃんですよ。こうちゃん、いろんな方に聞かれるんですけども、あのオープン戦で、まあ、コロナの影響を受けてね、ちょっとキャンプ出遅れ参加になりましたけども、うん、で練習試合オープン戦と結構打席に立たせてもらっているんですよ、うん、でいろんなこうバッティングの試みなんかもやってた、ね、アドバイスもらったりやってたんですが、ここに来てアウトのなり方が非常に悪い。やっぱ三振とか見逃しとか、積極的に出した時にはファールパン打ち損じ、うん、で結果見送り三振、そういう悪いインパクトの強い凡打の仕方がすごく気になって、その後にこうやってベンチ戻っていくんですよ。これどうですか、結構目いってないですか、バッテリー。いや目いってるよね。もう自分が結果が欲しいっていうことは明確だし、それと自分と他の人を比べてるよね、もう多分気持ちの中で。例えば村上とか、はいはいはい、全日本の4番を打つんじゃないか、いや俺の立場じゃなかったのかっていう、そういうプレッシャーとか人を気になりだすと、はい、ちょっと成長というよりもこうインに入っていく。だからそこなのかなって俺は思うけど、負のスパイラル。そうだから、まあその馬ではさ、あの早熟馬と、ね、晩成型っていうのがあるんだけど、自分で晩成型だというふうに思っておけば焦らないんだろうけど、はいはい、なんかこう生実家高校の時バンバンホームランって早熟みたいな感じで自分は捉えてるのかもわからないけど、晩成型というふうに捉えるとさ、一歩一歩成長すればいいんだけど、はい、なんかここに来て極端に変えちゃったなっていうさ、打ち方をね、はい、悪い打ち方ではないけど、ただポイントがあって軸が流れるという、軸が、うん、軸残しのバッティングを心がけてるように見えたんですよ今シーズン。でも軸は動くな、あの、あ、やっぱ動いてますか。もともとスウェーのタイプでしたよね。そう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 、はいはい、いやだからそれが小さくは少しなったと思うけど、はい、あれは完全に止まるところで止まらないとやっぱ打てない。ああなるほど、まあ、単純に目線のブレが生まれますよね。生まれるしやっぱ捉えられないよ、うん、軸の腰打ちっていうのはもう自分のポイントでガツンですからね、うん、軸の腰打ちっていうのは開きが早くなる。はいはい、だけど軸を多少移動してそこで止まって回転、これがもう一定してくるとあの子は打てるんだけど、一定すると、うん、ピッチャーのリリースポイントとよく似てるよ、うんうんうん、あそうですね、うん、あ、まあ、ピッチャーはどっちかというともうスウェーですから絶対に体重移動ですから、うん、あでも移動して一瞬間があって爆発でしょ。そうです、決め、そうでしょ、はい、その決めが流れてるっていう。あほんならあのしなりもないし、そう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 、いい手の振りができないバッターもやっぱそういうとこあるんですね。いやだからそのビッグボスはどういう評価をしてるのかなと、うん、そうですね、清宮が一番